真ん中にまず盛り付けします。こんにちは、原宿にある龍の子の料理長山中剛です。今日は骨付きもも肉のマーラーパリパリ揚げをご紹介いたします。まず最初に鶏もも肉、こちらに下味をつけていきます。今日は骨付きの鶏もも肉を、使います。まず塩ですね。塩が、だいたい 1.1% から 1.2% ぐらいで、今日は 230g、鶏もも肉があるので2.5g ぐらいですね、を入れていきます。でそれから次胡椒です。胡椒は、少々で、紹興酒、紹興酒が、5g で、しっかり揉み込んでいきます。で一つ目のポイントとしては、鶏もも肉骨付きなので、火が入りづらい、ので常温に戻しておくことが、一つのポイントです。でしっかりここで揉み込みましたら、こちらマーラーフェン、マーラーフェンというのが山椒とあと鷹の爪、こちらを空入りにして、ミルでひいたものですね。こちらを適量入れていきます。それからクミンですね。こちらはクミンの粉です。こちらも適量入れていきます。はい、こちらで下味は完了です。でこれだいたい半日ぐらい、寝かしてから使います。じゃがいもを、皮むいていきます。で一口サイズにカットしていきます。こんな感じですね。でこちらを、軽く水で洗っていきます。で洗ってる間に他の野菜を切りますね。こちらパクチー、パクチー2本、こちらをですかね、2センチずつぐらいにカットしていきます。で半分は葉っぱの部分ですね、こっちの頭の部分は、飾りとして使います。で半分は、一緒に炒めるようで取っておきます。あとネギですね、長ネギも、こんな感じでいきます。あとこちらフライドガーリックになります。ニンニクを揚げたものですね。とマーラーフェンの、作り方をご紹介いたします。まず用意するものが、鷹の爪ですね。鷹の爪の中の種を、掃除したものになります。こちらを掃除した状態で 40g で、こちら、四川の山椒です。こちらが 10g になります。こちらはまずフライパン、鍋で、空入りにしていきます。で空入りすることによって、粉の状態もサラサラするし香りも引き立つので、必ず空入りしてから、作るようにしてください。あんまり強火にしすぎると今度焦げちゃうので、焦げると苦味に変わるので、できるだけ弱火でゆっくり火を入れていく感じです。そうですね、結構うちは四川料理屋さんなので辛い料理とか作るときには結構万能調味料として使ってますね。麻婆豆腐でもいいですし、あとは担々麺とかそういうお料理にも、使います。目安はどのぐらいの、目安はですね、ちょっと色が変わってくるですよね。赤い唐辛子がちょっと、なんていうんですかね、黒じゃないですけどちょっと赤褐色みたいな色がついてくるんで、そこで、止めます。それが真っ黒になっちゃうと苦味になるので、その手前まで、いっていきます。あとはこう炒めていくうちにどんどん唐辛子と山椒の香りが立ってくるんで、そこも目安の一つですね。
それぐらいですかね。完成です。はい、こちらを一旦冷まします。じゃあじゃがいもを蒸していきます。蒸し時間が3分ぐらいですね。この後油で揚げるのでだいたい8割ぐらいの火入れが狙いですね。それではこれ先ほど、から入りにした唐辛子と山椒を、ミルにかけていきます。こんな感じですね。はい、それはもう半年は確実に常温で保存していただければと思います。でも密封だけラップでしっかり密封だけしといていただければと思います。半日置いた鶏ももですね、まず熱いお湯をかけて水飴を塗っていきます。熱いお湯をかけて皮目だけですね、皮目だけに熱いお湯をかけて皮をしっかり張らせていきます。皮目だけなんですか？そうですね、皮をパリパリにする料理なので、まず皮目だけ、この鶏肌がですねしっかり立つぐらいまでしっかりとかけます。はい、これぐらいで OK です。鶏に塗る水飴なんですけど、水飴 30g、 紹興酒が 5g、 お酢が 10g と水が 60g、 こちらを合わせたものです。こちらを一度鍋で沸かして、水飴をしっかり溶かしていきます。水飴が溶ければ OK です。こんな感じですね。で、先ほどの鶏にこちらを塗っていきます。こちらも皮目だけですね、皮目だけに塗っていきます。こんな感じです。で、こちらを乾燥させていくんですけども、もし扇風機があれば扇風機で当てれば時短になりますので、こういう感じで当ててもらえば時間を短縮することができます。大体2時間ぐらい、乾燥させるんですけど、こちら扇風機に当てれば1時間ぐらいでできるかなと思います。はい、蒸し上がったじゃがいもです。それでは、乾燥した鶏もも肉を揚げていきます。まずは最初低温から揚げていきます。今こちら110度ぐらいですね、110度ぐらいの油の中で、ゆっくりと火を通していきます。骨付き鶏もも肉、やっぱり骨ついてるんで火が通りづらい、普通の鶏もも肉に比べたらめちゃくちゃ火が通りづらいので、時間をかけてゆっくり、火を通していくのがポイントです。で、あまり最初から高い温度に入れちゃうと水飴を塗ってる分焦げやすいので、必ずまず低温から、しっかりゆっくりと揚げていきます。大体5分ぐらいかけて、で、結構この料理は何ですかね、ひな1羽まるまるでやる料理なんですけど、ご家庭だとちょっと結構難しいのかなと思うんで、今日は骨付き鶏もも肉にしたんですけど、ひなでやるときもこのやり方で低温でしっかり、ゆっくり揚げていけば、できるのかなって思いますね。よし、 OK です。じゃあ一度取り出します。この状態だとまだパリパリじゃないので、ここからまたさらに高い温度で揚げていきます。で、寝かすときなんですけど、アルミホイルとかでしっかり保温をしてあげた方が中にしっかり火が入ってくれるので、必ずこういうアルミホイルとかで
オンしてあげます。じゃあこの間にじゃがいもを揚げていきます。じゃがいもを揚げる温度はだいたい160度ぐらいですね。さっき蒸して、8割方火が入ってるので、完全に火を入れるのと同時に外側を、カリッとさせたいので、ちょっとずつ油の温度を上げながら揚げます。一気に揚げちゃうと、まあ、8割しかさっき火が入ってないって言ったので、何ですかね、火が入る前にまず焦げてしまうっていうのと、徐々に揚げていった方が火を入れながら、外側をカリッとするイメージですね。よし、OK、こんな感じですね。 色が黄金色に、なるくらいまで、カリッとさせます。で鶏もも肉も、保温は3分ぐらい、余熱で火入れをして、その後、高温の油で皮目をパリッとさせていきます。でこの皮目の方に熱い油をかけると、その水飴がですね、カラメリゼして、すごくパリパリの食感と色づきもすごく良くなるので、こちらの温度が油今190度から200度ぐらいですね。感じです。で骨付きもも肉を切る、時なんですけど、まず皮目がすごくパリパリなので、まず切れる包丁、普通の包丁で骨のところまで入れます。骨に当てる感じですね。で骨をそのまま普通の包丁で切っちゃうと欠けちゃうので、こういう、まあ、中国では叩き包丁といって、ちょっと太めの包丁があるんですけど、ご家庭とかだったら骨切り包丁、魚の骨切り包丁とかを使ってください。お皿の真ん中にまず盛り付けします。で先ほど揚げたじゃがいもを、唐辛子と一緒に炒めていきます。まずしっかり、油を敷いて、油大体大さじ2ぐらいですかね、豚の中に、鷹の爪、そして山椒ですね。でこちらを弱火で油に香りをしっかり移していきます。でこれも先ほど のマーラーフェンと一緒で黒くならないように、で油にしっかり香りが移りましたら、今度は紹興酒、で紹興酒を入れることによって、もちろん紹興酒の香りもそうなんですけど、水分が入るので鷹の爪とか山椒がそれ以上焦げなくなるので、必ず入れてください。でじゃがいも入れます。でフライドガーリックと、あとネギ、パクチーですね、こちらを一緒に炒め合わせていきます。でまずお砂糖、そして塩ですね。
で、こちらにも、マーラーフェンで、クミンです。で、いりごま。で、仕上げにラー油です。で、先ほどの鶏肉のところに、盛り付けします。で、先ほど、半分取っておいたパクチーを、盛り付けして完成です。先ほど、バーラーペンはマーブ豆腐とか、はい、あと担々麺とかにも使われてるんですけど、辛い料理には基本入れて合うものだと思うので、はい、本当に何だろう、家庭とかだったら持っとけばインスタントラーメンに入れたりとか。あ、はい、そうですね、なんか卵ご飯にちょっと入れてみたりだとかっていうのも全然ありだと思います。そうですね、はい、表情がまた一気に変わりますね。一気に変わると思うんで、やっぱ鷹の爪とあと山椒って、はい、スーパーで買うとめちゃくちゃ高いんですよ。なんでネットで業務用を買った方が断然安いですね。全然違いますか？そう、アマゾンとかでも結構あるんで、はい、内側取ってるような調味料とか、はい、香辛料とかも、はい、アマゾンがあるんで、そこなんだろう、この今回はマーラーで仕上げてるんで、はい、辛甘みたいな、甘辛みたいな味なんで、すごくお酒が進む味なのかなっていう感じですね。先ほど骨なしでも、骨なしでも大丈夫です。味わいって変わってくるんですか？味はやっぱ骨付きの方が火入れがやっぱゆっくり入っていくんで、その分しっとりはしますね。だからやっぱ骨なしの鶏もも肉よりは骨付きもも肉、骨付きもも肉よりは丸でやった方が、肉のその水分の保ち方だったりしっとり具合は上だと思います。やっぱり大きそう。思ってたより長くて美味しい。カリカリしてます。ホクホクした。あ、クミンの香り。美味しいです。美味しいです。結構。